最後までよろしくお願いします。気合入れて頑張ろう。
こんばんは。いや、合同祭ということでね、まあ、チューニング中なんで、なんかお話をしようかなと思うんですけど、まあ、メンバー紹介はそんな、ね、でいいかなと思うんで、今日は僕の人生についてちょっと話したいと思います。まあ、まず僕は、一昨年、去年かな、ちょっとギター部なんですけど、ちょっと力を、ギター部好きすぎて全然授業とか行かなくて、ちょっと留年をしちゃったわけなんです。で、まあ、留年して、あ、もう自分の人生をもう悔やんでもどうしようかなと思って、で、それでまあどうしようかなと思って、あ、え、これ言っていいやつ、言っていいやつ、あ、で、あの芸能事務所にちょっとちょ、オーディション受けて芸能事務所入って、で、まあ、君の名はもう神木か俺かみたいな話だったんですけど、で、まあ、で、一応まあ今までどんなテレビ出たか、あ、本当に入ってるんで、ちょっと今までどんなテレビ出たか、え、大丈夫？深夜にやってるブラマヨと関ジャニ∞の村上くんがやってる番組の再現 VTR 出ました。ここでまあ人生初のセリフをもらったんですが、カットというこんなに頑張ってきたのに、え、そのセリフ、そのシーンはなんかカラオケで女の子が、なんか好きな男の子がなんかそのカラオケの部屋にいないみたいなシーンで、じゃあ私探してくるみたいな可愛い女の子が言うんですけど、それを俺がちょっと一言付け加えることによって、ちょっと物語がちょっと壮大になるんですけど、じゃあちょっと、じゃあちょっと、モナミ、あのちょっと私探してくるねって一言言って、ちょっとじゃあ私探してくる、あ、ごめんね、よろしく、はい、まあ一躍役者の仲間入りっていう、まあでもね、君の名は神木かと思ったんですけどね、俺じゃないのかみたいな。ということで、はい、時間もしてることなんで次の曲いきましょう。すいませんでした。迫る打ち合いかけない好きなあなたで
集めて血の海に舞う We can We can
最初になります。